こんにちは。PythonVTuber のサプーです。今回は、性的ページがホスティングできる Cloudflare Pages ーーをご紹介したいと思います。Cloudflare Pages ーーは、本当に簡単にホームページやティザーサイトといったウェブページをデプロイできるので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは、Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。 またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まずはじめに今回の動画の対象者を説明します。ホームページやティザーサイトを作ろうと思ったら、今本当に色々な選択肢があると思うんですが、簡単に作ろうと思うと、ワードプレスや s や Wix といったウェブページ作成用のサービスを使う人もいるかと思います。 コードは書けなくて、ウェブサイト作成の知識は少ないけど、テンプレートを使って、サクッとホームページを作ってネットに公開したい。こういう人は、ワードプレスやウィックスが有力な選択肢になると思います。いわゆるノーコード系ですね。 今回、こういったノーコード系でのウェブサイトの構築は取り扱わないので、もしもそういったことを期待してこの動画をご視聴いただいているとしたら、ちょっと期待しているものと動画の内容が違うということをじめにお伝えしておきます。一方で、HTML や CSS はもちろん、Git や GitHub も使えるエンジニアだと、もう少し選択肢が広がるかと思います。そのため、この動画では自分でコードを書いて、 ローカルで動くウェブサイトを作れるけど、その先どうやって公開するか迷っている自分が作ったホームページやティザーサイトをサクッとインターネット上に公開したい。こういった人向けの動画になっています。そして今回ご紹介するクラウドフレアページーズは性的ページをホスティングするためのサービスの一つです。 性的ページとは、ユーザーの操作によってデータの登録や更新が行われることがないウェブサイトのことで、例えばホームページやティザーサイトなどがそれに当たります。 設定によってはサーバー側の処理を追加することも可能なんですが、一般的にはクラウドフレアページ p は性的ページをホスティングする目的で使われます。では、このクラウドフレアページ p どういったところがおすすめなのかというと、一つはクラウドフレアという会社は大規模な CDN 用ネットワークを管理しているという点です。 CDN というのは、ウェブサイトを提供する際に、世界各地に置かれたエッジサーバーに、そのウェブサイトのコンテンツが保存されて、ユーザーから対象のウェブサイトにリクエストがあったときは、最寄りのエッジサーバーへアクセスして、 ののウェブサイトのコンテンテツを取得でできるるよううにすす。という仕組みですこの CDN は主に不可分散の目的でも使われますが、レスポンスタイムの短縮にも有効です。例えば、東京にいる人が自宅の PC からアメリカのオハイオ州のサーバーで提供されているウェブサイトにアクセスしようとした時、距離が遠いので表示速度が遅くなりがちです。 でも、もしもそのウェブサイトのキャッシュが東京にあるエッジサーバーにあって、東京のエッジサーバーがそのウェブサイトのコンテンツを返してくれるなら、表示速度を速くすることができるから嬉しいよね、ということです。この時、オハイオ州のサーバーのことをオリジンサーバーと言います。 また、レスポンスをオリジンサーバーに代わって、エッジサーバーがキャッシュで結果を返すことで、低コストで運用することが可能です。で、こういった CDN 用ネットワークを管理している 代表的な会社、代表的なサービスの一つが、クラウドフレアです。クラウドフレアは CDN で有名な会社、サービスですが、様々なクラウドサービスを展開していて、その一つが今回紹介するクラウドフレアページーズということです。また、クラウドフレアページーズのメリットとして、無料枠が大きいということもあります。 例えば、公式サイトには、この動画の撮影時点で、サイト、シート、リクエスト、帯域幅は無料プランでも無制限だと書かれています。同じアカウントで管理できるウェブサイトの数に上限がなくて、好きなだけウェブページを公開できるし、シート、つまり同じプロジェクトを管理するメンバーも何人でも追加できます。しかも、ウェブページにたくさんのリクエストがあったとしても、追加料金はかかりません。 通常のホスティングサービスではアクセス数が増えれば増えるほど追加料金がかかる場合が多いと思いますが、クラウドフレアページーズではアクセス数がいくら増えようと追加料金がかからないということですね。また、帯域幅、つまりデータ転送量もいくら増えても無料というなんとも太っ腹なデータ料金体系になっています。 無料枠の場合、1ヶ月間にできるビルドの回数は500回という制限はありますが、無料枠でも十分に使えるかと思います。ただ、1点。もしもカスタムドメインを使いたい場合、ドメインの取得に少し料金がかかるので、その点はご注意ください。マイナーなドメインであれば、現在7ドルぐらいで購入が可能です。あとは GitHub や GitLab のリポジトリと連携できるので、コードをプッシュ、マージするだけで、 自動でビルド・デプロイが走るので、本当に簡単にサイトを公開することが可能です。こういった理由から、ホームページやティザーサイトといった性的ページであれば、クラウドフレアページーズを使うというのは非常に良い選択肢だと個人的には思います。では、早速、クラウドフレアページーズを使って、ホームページを作って公開するところを実演したいと思います。 まず、クラウドフレアの設定を行う前に、ホームページ用のコードを用意しておきます。今回、このような HTML ファイルと CSS ファイルを用意しておきました。この HTML ファイルをローカル PC 上で Web ブラウザーで開くと、このような画面になります。実は現在、SAP の公式ホームページを作成中なんですが、まだ未完成なのですが、このファイルを使っていきたいと思います。 また、HTML と CSS については以前に動画を出しているので、もしも HTML、CSS の書き方がわからない方は、こちらを参考にしてみてください。このプロジェクトフォルダーの一番上の階層に、index.html ファイルというファイルを置いておく形になります。 そして GitHub 上にこのホームページ用の HTML ファイル、CSS ファイル、その他必要なファイルをプッシュします。Git、GitHub についても以前に動画を出しているのでわからない方はこちらを参考にしてみてください。GitHub のアカウントを作成して自分の GitHub ページを開いたら右上のプラスのボタンを押して e p o リポジトリ y というところを押してください。 で、リポジトリ名を何か適当に入力して、リポジトリを作ります。今回は、サプーホームページという名前のリポジトリを作ります。そして、右下の Create Repository というボタンを押します。そうすると、サプーホームページという名前のリポジトリが作れて、このリポジトリへプッシュするためのコマンドが表示されましたね。で、ローカル上のコマンドラインツールを開いて、 先ほどのホームページ用のインデックス h t m l ファイルが置いてあるフォルダーまで移動したら、先ほどの GitHub のページに書かれていたコマンドを順番に実行していきます。今回、readme は作らないので、一番上のコマンドは実行せずに、gitinit で初期化して、gitadd. でこのフォルダーの中にあるすべてのファイルを add して、gitcommit-mfirstcommit でコミットして、 git branch-m main でブランチ名をメインにして git remote add origin このリポジトリの URL でリモートリポジトリを設定して git push-u origin main でファイルをプッシュしますそうすると先ほどローカルにあったホームページを構成するためのファイルが github のリポジトリにプッシュできましたね これで準備は OK です。次にクラウドフレアのアカウントを作成します。クラウドフレアの公式サイトを開いたら、右上にサインアップというボタンがあるので、このボタンを押してください。そうすると、プランを選択する画面が表示されるので、今回はフリーのウェブサイトを追加というボタンを押します。 ここで Google アカウントや Apple アカウントでサインアップするか、メールアドレス、パスワードを入力してアカウントを作成してください。そうすると、先ほど入力したメールアドレスに Cloudflare からメールが届いているので、そのメールに書かれた URL をクリックしてアカウント作成を完了させてください。そうすると Cloudflare のこのようなページが表示されます。ここで左上の Cloudflare アのアイコンをクリックして、 このようなダッシュボードのトップページを表示させます。言語が英語になっていたら、右上のプロファイルから、言語を日本語にしておくと使いやすいでしょう。そして左のメニューバーにある、Workers and Pages をクリックします。そうすると、このような画面が表示されます。ここで Pages の方のタブを開いてください。 で、クラウドフレアページーズには、ファイルを直接アップロードする方法や、NPM といったパッケージ管理ツールの CLI を使う方法もあるんですが、今回は GitHub リポジトリを使った方法を紹介します。サプーのチャンネルでは、Python をメインに扱っているので、GitHub へのプッシュでデプロイできるようになっている方が、視聴者の方々も使いやすいかと思います。なので、Git に接続というボタンを押してください。 そうすると、このような画面が表示されるので、この画面の少し下の GitHub に接続というボタンをクリックします。そうすると GitHub のデータへのアクセスを許可するための認証画面が表示されます。ここで先ほどプッシュした GitHub のアカウントが選択されていることを確認してください。そしてアクセスを許可するリポジトリを選択します。 すべてのリポジトリに許可を与えることも可能ですが、今回は Only Select Repositories を選択して、このプルダウンからさっきプッシュしたサブホームページのリポジトリを選択して、一番下の Install and Authorize というボタンをクリックします。 そうするとパスキーやオーセンティケーションコードでの GitHub のアカウントの認証を行うように促されるケースもあるので認証を行います。認証が完了するとこのような画面が表示されます。そして、 ここでデプロイ対象のリポジトリを選びます。先ほどのページでサプーホームページの一つのリポジトリしか選択しなかったのでサプーホームページというリポジトリだけが表示されていますがすべてのリポジトリへのアクセスを許可していた場合ここにすべてのリポジトリが表示されるため対象のリポジトリにチェックを入れましょう。今回はサプーホームページにチェックを入れてセットアップの開始というボタンを押します。 そうすると、ビルドとデプロイの設定を行う画面が表示されます。まずは、プロジェクト名を決めます。ここで指定した名前の後ろに、.pages.dev が追加された名前のドメインでデプロイがされます。今回は、プロジェクト名を s プ p としておきますね。そして、デプロイ対象のブランチを指定します。今回はメインなので、このままで大丈夫です。 次に使用しているフレームワークを指定します。今回は単なる HTML と CSS だけなので何も指定していませんが、フロントエンドのフレームワークや性的サイトジェネレーターを使っている場合は、ここから選択して、ビルド用のコマンドとビルドの出力先のディレクトリをここに指定します。ちなみに Python 製の性的サイトジェネレーターだと、MKDocs や ペリカンなども使えるので、ブログをペリカンで作ろうと思っているとか、ライブラリーのドキュメントを MKDocs で作ろうと思っているという人は、ぜひクラウドフレアページーズでもデプロイできることを頭の片隅に入れておくと良いと思います。また、どこをルートにするのか変更することもできます。プロジェクトフォルダーのサブフォルダーの中にデプロイ対象のファイルがある場合は、ここで設定を行います。 今回はリポジトリのトップディレクトリに index.html があるのでこのままで大丈夫です。また環境変数も設定できます。今回は環境変数を何も使っていないので特に設定は行いません。必要な設定を入力したら右下の保存してデプロイをするというボタンをクリックします。そうするとデプロイが開始されます。このまましばらく待ちます。 しばらくすると成功しましたと表示されます。もしもうまくいかなかった場合は、下のところにビルドのログを表示するというのがあるので、ここをクリックして、このログを確認して何がおかしいのかを確認してください。デプロイが成功しても実際にウェブサイトが見れるようになるまで少しだけ時間がかかります。5分から10分くらい待ってから、この URL の部分をクリックすると、 確かに、https://sapu.pages.dev という URL で Web ページがデプロイできているのがわかりますね。ここで少しだけ PR をさせてください。現在、Sapu の書籍が販売中です。概要欄に詳細があるので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。 次に、このホームページの URL が s u p p a g e s d e v になっているのですが、これをカスタムドメインを使うように変更してみたいと思います。 クラウドフレアでもドメインを取得できるため、今回はクラウドフレアでカスタムドメインを取得してそれを使いたいと思います。まず左のメニューバーのドメイン登録という部分をクリックして、ドメインの登録というのをクリックします。そしてこの検索バーに自分が使いたいドメインを入力して、どんなドメインが使えるかを確認します。 今回は、python-vtuber-sapu というドメインを取得しようと思います。ここに python-vtuber-sapu と入力して、検索するというボタンを押すと、いくつかドメインの候補を出してくれます。ドメインによって金額が違うので注意してください。今回はこの中で安いドメイン、p y t h o n v t u b e r s a p u o r g a n i z a t i o n にしようと思います。 この確認というボタンを押します。そうすると、登録者情報を入力する画面が表示されるので、名前や住所やクレジットカードの情報を入力してください。一つ注意点として、クレジットカードなどの支払い情報を入力する部分に、自動更新するかどうかのチェックボタンが表示されます。今回はテスト用として使うため、自動更新のチェックは外しておきます。 もしもずっとこのドメインを使い続けたい場合は、ここはチェックを入れたままにしておきましょう。更新する場合は、このページの上の方に何ドルで更新されるのかが表示されているので、金額を確認しておきましょう。入力を終えると、購入完了というボタンが表示されるので、このボタンを押します。これでドメインの購入は完了です。次に先ほどデプロイしたホームページの設定画面に移動します。 また、左のメニューバーの、Workers and Pages を開いて、先ほどデプロイしたプロジェクト、SAP という部分をクリックして、設定画面を表示させます。で、このカスタムドメインというタブを開いて、カスタムドメインを設定というボタンを押します。で、ここに先ほど取得したドメイン名、 pythonvtuber.sub.organization というドメインを入力して、続行というボタンをクリックします。そうすると、新しい DNS レコードを確認しますという画面が表示されます。DNS とは、ドメイン名と IP アドレスを関連付けるものでしたよね。つまり、DNS レコードを追加することで、 t h o n VTuberSupport Organization というドメインへのアクセスをさっきデプロイしたホームページへのアクセスとして扱ってくれるようになるということです。これを確認したら、ドメインをアクティブにするというボタンを押すと、このような画面が表示されて設定は完了です。あとはカスタムドメインが反映されるのを待つだけです。 反映されるまで最大48時間、つまり2日ぐらいかかるようですが、だいたいいつも数分で反映が終わるので、このままちょっと待ちます。しばらく待つとステータスがアクティブというものになりました。これで OK です。では、このドメイン名をコピーしておいて、Web ブ,ブラウザ上の URL を入力するところに、 https:// と書いて、その後ろにコピーしたドメイン名を貼り付けて、ここにアクセスしてみると、確かにサプ p のページが表示されて、このページが pythonvtuber.sap.organization というカスタムドメインでアクセスすることができるのがわかりましたね。どうでしょうデプロイもカスタムドメインの設定も本当に簡単にあっという間にできますね。 今回の動画は以上になります。ぜひ、ホームページやティザーサイト、ライブラリーのドキュメントといった性的ページをインターネット上に公開するときに、クラウドフレアページーズを使うことも検討してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。